はい、こちらヒーローモードのマックススーパービュー、一番広い画角ですね。まあ、これが一番 GoPro らしい画角と言っても良いのではないでしょうか。このように自撮りで使うのも良いですし、普通に向こう側のレンズカメラを使ってアクションカムとして使うこともできます。手ぶれなどはいかがですかね。画面で見た分にはね、すごい綺麗にスムーズな絵が撮影できております。はい、こちら前面のレンズを使って普通にアクションカムのような形で使用しております。声は今背面側、僕の声がきちんと入るような形で録音しております。ちょっと走ってみましょう。アクションカム、普通にアクションカムとして使っている感じですね。かなり足場はそんなにいい場所ではございませんけれども、手ぶれ補正などはいかがでしょうか。モグラに、モグラの穴に足が取られる。はい、こちら前面のカメラを使ってマイクも前面のマイクです。僕の声の感じはだいぶ印象が違うのではないでしょうか。反対側のマイクの方、こちら側からのマイクの方がしっかり録音できるようなモードでございます。こちらマイクをステレオに変更しました。ちょっと画面の右手側から喋ってみます。で、ぐるーっと移動しながら画面の左側に回り込んでみます。これで声はどのように入っているのでしょうか。自撮りのステレオ録音でちょっと走ってみます。軽く走っているランニングぐらいの感じですね。このような移動しながらの撮影、どんな感じで使えるでしょうか。カメラをこう傾けてしまっても映像はしっかり水平保ってるんですよ。これびっくりですよね。これは全方位撮れる360度カメラならではですよね。カメラが傾いてもその傾いた分だけ映像も傾けちゃってるってことですよね。こういうクレーンショットなんかもできちゃうんですよ。よし、ゴール。